はい、今ジムから帰ってきました。今日はですね、仕事行って、まあ、ジム行って、で今こうやって家帰ってきたんですけど、時間が今23時ぐらい、ちょっと過ぎぐらいですね。だいぶもう遅いです。まあ、大体帰りがこんぐらいになっちゃいますね。僕がやってる、まあ、仕事なんですけど、まあ、どういうことしてるかっていうと、やっぱりこういう見た目なんで、なんかジムで働いてるのかだとか、パーソナルジムかなんかやってるのかってよくたまに言われるんですけど、まあそういう仕事とかではなくてですね、まあ、デザインというか、インテリア関係の仕事をしておりまして、まあ、そんな、まあ、会社員でこう勤めながら、まあ、こうやって YouTube やってるんですけど、なので結構仕事とか聞かれるときに、なんかこういう見た目なんで、なんかちょっと答えるのが恥ずかしいっていうか、その見た目でみたいな感じに、なんか なってないかなっていうのが不安なので、だからあんまり自分の仕事の話はしないんですね。まあそんな感じでですね、まあこれから夕食食べようと思うんですが、まあ僕みたいにですね、まあ仕事もしていて、で、トレーニングもしっかりしていて、で、帰ってくると、やっぱり帰りこのぐらい遅くなってしまって、まあ、夕食作るのもうめんどくさいなだとか、大変だなって思う方って結構いると思うんですよね。でそういう方に今日はですね、僕がもう本当に最近毎晩食べている、まあ、あるメニューをちょっと紹介したいなと思います。今日はですね、まあ、美味しい鶏ハム肉の作り方を、教えていきたいと思います。もう本当に作り方めちゃくちゃ簡単です。もう多分今この僕の喋りの尺の方が多分長いぐらい本当に説明も簡単で、で使う道具といっても本当に特別なものなんて一切なくて、まあ、本当にあっという間にできちゃうような、やり方でご紹介できればと思います。結構美味しくできるので、はい、期待しておいてください。まあまずはですね、その作り方紹介していきたいと思いますので、よろしかったらぜひ最後まで、動画ご覧いただけると嬉しいです。ではやっていきましょう。まず用意していただく、食材がまあこんな感じで、皮なしの胸肉を、まあ、ジップロックとかに巻き入れてもらって、まあ、用意していきます。あとはですね、沸騰したお湯をたっぷり用意していきます。次に用意していくのは炊飯器です。炊飯器にさっきジップロックに入れたこの鶏胸肉をこんな感じで入れていきまして、しっかり入れていきます。でそこにさっき沸騰したお湯を注いでいきます。結構しっかり入れちゃっていいですね。量で言うと、まずこの鶏胸肉たちが、まあ、しっかり浸るぐらい、お湯を入れていってください。あとは蓋して保温を下げる。はい、今炊飯器に、ジップロックに入れた皮なしの鶏胸肉を入れていって、1時間待ちます。1時間じっくり、低温で温めていって、で1時間後にはプリプリな胸肉ができますので、まあ、今日はそれを食べていきたいと思います。で1時間退屈なので、まあ、僕の簡単な話でも聞いてもらえればと思います。はい、今朝電車、はい、1時間経ったので、中身確認していきたいと思います。お、なかなかいい感じじゃないですか。よし、1時間経ったら炊飯器から胸肉を取り出して、こんな感じで、まあ、10分ぐらいかな、こんな感じで置いといて、熱を抜きます。ジップから取り出してみるとこんな感じですね。じゃあ早速ちゃんと中まで火が通ってるかどうか切ってみたいと思います。さあどうだろう。
そんな感じです。まあいい感じじゃないかな。ちょっと火通り過ぎたかな。うん、こんな感じです。うん、だいぶ仕上がりいいですね。うん、どこ切ってもプリプリです。うん、いい感じいい感じ。では早速ですね、出来上がった鶏ハムの、ちょっと試食をしたいと思います。うまそう。こんな感じです。まだちょっと熱いですね、湯気が立ってますね。これにですね、僕はよく使うのが、あの焼肉のタレとかかけるとめちゃくちゃうまいです。これをかけてきまして、いや絶対うまい。これはかけすぎたかな。じゃあいただきます。うん、うん、あ、めっちゃプリプリ。あ、うまい。うん、大成功です。あ、うまい。はい、料理無事完成して、味もめちゃくちゃ美味しくて、今回の動画大成功かなと思います。これで最後切った時に中身真っ赤とかだったらもう最悪だったので、ちょっと切る時ドキドキしてました。まあ、こんな感じでですね、あの簡単に鶏ハム作れるので、まあ、よろしければ、まあ、皆さんもぜひ、試してみてください。本当に忙しい時とか、もうこういうちょっとしたことで、まあ、美味しい料理とかもできたりするので、まあ、今後はですね、こういう、ちょっとこう役に立つようなことも、まあ、発信していけたらなと思いますので、まあ、引き続きですね、こう、まあ、期待を込めてお待ちいただければと思います。動画以上となるんですけれども、もしこの動画最後まで見ていただきまして、ちょっとでもいいなって思ってもらえましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。